11歳で将軍になった。早い。これは将軍の歴史の中でも非常に早い。そして11歳の時に元服、大人にもなっている。壮絶な最後。もう何かと思うと最後がまあもうドラマがすごい。もう一人で何十人以上も倒したの。将軍ガチャと自らで倒したの。これはもう日本の歴史上にないけど、こんな将軍はおらんのよ。もう、あしか天下御免の YouTuber、前田喜一。はぁ、こたびの題目はこちら。麒麟が来る、イケメン将軍、足利義輝。さあ、皆の衆、誰がやるか知ってるか、大河ドラマで。向井治殿じゃあ、もうそれこそ、日の本代表とするイケメン俳優が、相務める、足利義輝様はどんな人なのかを、もう、非常に短く教えていこうと思ったので、最後まで見てくれ。さあ、では早速やってまいろう。あ、将軍ということだね。室町時代の、まあ、武家の一番偉い人なら分かると思うんじゃが、それいつになったかと思うと、なんと11歳で将軍になった。早い。これは将軍の歴史の中でも非常に早い。そして11歳の時に元服、大人にもなっている。まあ、父親はおったんじゃけれども、まあ、いろんないざこざがあって、まあ、やることになってしまった。11歳でお主だって日本の一番偉い人になれるか、なかなかなれ。無論この時に義輝様も幼いながらも、なんとなくこの日本の政治の状況を見とって、このままじゃダメじゃなと、わしはこのままではやっていけんぞということで、こちら武芸に励むことになったわけなんじゃ。さあ、これなぜ武芸だったのかと申すと、力を持っておらんとみんな言うこと聞いてくれんと11歳ながらに思ったわけだで、まあこの剣術じゃな、剣術なんかに励むんだが、その当時、この将軍を脅かしとった存在、この細川と三好というものが、細川家。これも聞いたことあると思う。要は、応仁の乱で軸になった人間だな。で、三好家というのは、畿内で大名としてブイブイ言わしとった。で、ここが強すぎて、将軍なりともなんともできんちゅうことで、まぁ、ちょっと武器に励もうちゅうて、こちら、牽制になるんじゃん。もう牽制って何かと思うと、まぁ、ざっくり言えば、剣豪。として、まあ非常にこの剣術が長けた人間のことを指すんじゃが、塚原博伝の、そして上泉信綱殿という戦国時代、いや、日本の歴史上においても剣術で右に出る者はいないと言われたこの存在に、剣術指南を仰いで、剣豪の称号を手にする。つまり、剣豪将軍、剣聖将軍と言われたのはこの足利義輝様。おぬした、向井治殿が、な、あの、綺麗な面構えで剣を振るってるとこ見たらもうキャーってなると思う。おそらくそういう場面も出てくると思うぞ。そんな剣聖となってから、そう、ウルトラシーな、技ありを連発し始めるのよ。ここから足利義輝様の見どころがもうすごい。まず将軍で、まあ、15歳、で剣術にこの長けた人間になってから、20過ぎてからこれ朝廷と婚姻を結ぶ。まあ、奥さんがおらんかったがために、近衛家と呼ばれる、まあ、その朝廷、公家の人間と結婚して朝廷とのパイプを作る。人脈作りをする。そこからの人脈作りはこれだけにとどまらず、これを見てくれ。名前を量産したのよ。自分の名前を。これな、吉氏と申して、まあ、わしの時代はよく名前を変えとったんじゃけども、その自分の名前を与える。これを変記って言うんじゃけども、これをもうたくさんの人間にやる。細川藤田が、島津義久様、上杉照虎様、毛利輝元様、そして最上義満殿ということで、もうみんなその藤か、この照の字が一字入ってる。これ全部、この義輝様がもう与えた名前なんだよ。もう見てみたら、もういわゆるビッグネーム、有名人ばっかりなのよ。戦国時代でこういう、もう知らない人はいないぐらいな有名な人間。これは関ヶ原の西軍大将であったし、東北にも行ってるし、九州にもあるし、それこそ細川藤孝っていう戦国時代のチート大名と呼ばれる人間も、もう与えとって、我が主君の、父である上杉謙信公にも挙げとるということで、この皆々が謁見をするし、将軍として認めておった方にこう名前をもらっておるということだから、当時として将軍の権威は落ちておったんじゃが、これによってグググッともう一段二段も上げてきたわけなのよ。だからこれの功績なんだけども、義輝様はものすごいんじゃ。足利家というと将軍としてなんかパッとせんし、義明様が信長さん追い出されたぐらいの印象がないかもしれんが、もうわしの中ではもう将軍家の中で一番推しであるのが足利義輝様でもあるということで、そしてこちら。
壮絶な最後。もう何かと思うと最後がまあもうドラマがすごい。もうこれ絶対大河ドラマでも描かれるんじゃが、100人斬りって書いてあるけど、まあ100人斬りはちょっと言い過ぎなんじゃけど、もう最後に、このな、脅かす敵の存在たちがうわーっと攻めてくるわけなんじゃ。攻めてきた時に、もうこの、小野勝氏の腕っぷしでな、剣術でブサ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 って切っとったんじゃけど、やはりな、一本の刀どんな名刀であっても、人を切ってれば血がついて、そして油がついて、切れ味が悪くなる。それではもう何人も倒せんってことで、もう将軍じゃから名刀をいっぱい持ってね、名刀をもう畳全部ブサブサブサって刺して、やってくる敵を切って、はい、こっち取って切って、こっち取って切ってっていうのを繰り返して、もう一人で何十人以上も倒したの。将軍がじゃと自らで倒せる。もうこれはもう日本の歴史上においてもこんな将軍はおらんねん。もうこれだけでも壮絶な最後ということを表してるじゃろ。わかるじゃろ。このドラマに絶対描かれるよ。これを向井理がやるわけよ。もうこれはもう視聴率 30% 超えると思う、わしは。そしてそんなところで最後果ててしまったんじゃが、その後に将軍家はまだまだ足利義昭という人間引き継がれて、まあ、先ほど申した通り信長さん追い出されてしまうんじゃけども、これ共通点がござって、筆が豆、その大名たちに手紙を書状を送るということが非常にそっくり、そして粘り強さ。実は義輝様はこの細川三好と相手に挟まれていっぱい戦をしようときに京都、近江が京都に行って負けて戻って行って負けて、これも何回も繰り返し5回以上繰り返したと言われている。で義昭様も、まあ、失敗してももう一回頑張ろう、もう一回頑張ろう、信長だと、打倒信長だって何回もやったところは本当にそっくりということで、多分そういったところも描かれると思う。やはり室町時代、そして大河ドラマといえば戦国史で言えば将軍家、足利家は見逃すことができない。では皆の衆、向井理の剣術さばき、楽しみに行こうぞ。また会おう。 YouTube お主、チャンネル登録をいたせよ。